行きましょう。 We are Good Luck です。今日こちら側からご提案がございまして、はい、題しまして、グッドラックスのマスコットキャラクターを作ろう。今回、グドラの、みんなで、グドラのマスコットキャラクターを考えてください。はい、絵とかデザインセンスとかいろいろとちょっとね、大切になってくると思うんですが、はい、マスコットって意味調べたときに、なんかやっぱそのグループとか組織のそのシンボル的な意味合いでもあるんだけど、なんかこう幸福のお守り、幸運のお守りみたいな意味合いが、グッドラックスで、そうまさに俺らが考えなくて誰が考えるのか一番大事になってるんで、これからグッズとか展開していく中でね、このアイスすごくいいので、重要だよ。でもなんかそれってなんか別にマスコット的存在でもよくないですか？まあ、確かに。かずきさんはどうですか？なんか僕でいいかなみたいな。そういうことなんですね。あ、そういうことなんですね。Tシャツかずきくんできる。売れない。よろしくお願いします。どうする？誰から行く？行きたいやつから行ってみようよ。え、僕一番手かも。自信、モテコンの自信あるよ。じゃあ、そうですね。そう、まあでも2つあるんですよ。楽しい、めっちゃ楽しい。俺どんな感じだろう。みんな、なんとですね、これみんな、気づきました。セカンドマンライブに向けてトラブルメーカーって書いてる。なるほど。ネイビーのロンティーです。これめちゃくちゃ可愛い。しかもこれにね、グッドラックスって入ってるんですよ。あ、ちなみにグッズにするかは先行中です。ちょっと待って、あれじゃない、1人10着ぐらい買いますっていうご意見を、あ、そうだ、グッドラックスの方にご連絡いただければ結果が良くします。で、ここだってトラブルメーカーだもんね。そうこれ、あれ来ると思った。チー、俺もあれ来ると思ったさて、はい、できました。できました。サンタのマスコットキャラクター、はい、どうぞ。ダラン。これ可愛い。おお、めっちゃいいじゃん。可愛い。これ可愛い。うまい。さすが。美術呼んだね。でしょ。美術呼んで。え、俺ね、この2番のね、グッドラックスマンめっちゃ好き。でもレッドとか、わあ、それいいな。レッドとかもうできるでしょ。確かに。そう。みんなの色入れで。すげえ。それなんて誰も取り込めない。これ何で取り込め？取りの方が考えたいけど。え、そうなの？そうなの。そう。なんで取りますか？え、調べたよ、幸運の動物みたいな。でなんか。幸運を運ぶ鳥みたいなんで、で、四つ葉のクローバーとか背負わす。四つ葉のクローバー、色入ってないけど分かりづらいけど、すごい。四つ葉のクローバー、後ろ。素晴らしい。素晴らしい。ちょっとやばい。ナイストップバッターじゃない。俺ピリピリ言っちゃいきますね。結構ね、独創的なんだよな。それ下手ってことだよ。サルキンやつだよ。みんな、得意だよ。得意だと思うじゃん、僕絵めっちゃ下手だよ。あ、そうなの？あれは授業中とかノートにちょっと端っこに書いてるから。確かに。他にさ、テストの答案用紙さ、テストの問題書かないんです。そればっか書いてくれる。うまいんじゃん。そういうこと？さすがにテストちゃんといいの。はい！待って、はい、かわいいのにちょっと今。まず言わせて、グッドラックス5人並んだ時のイメージがあって、なんかちょっとこう、やんちゃを出したいみたいなの。ということで、はい。下手くそ。おー、あ、かわいい。でもなんかちょっとそうなの要素入ってる。この G と G はなんか降ってきた。いや、今やん、降ってきた。なんだ、名前の、これくまちゃん。ちょっと悪そうな口してるね。そうこれナイキみたいな。悪そうな泣きみたいな口してる。かわいい、メイクかわいい。もうまず一緒に。いや、わかんない、これいいな。じゃあ3番目いかせていいですか。でもレンジャーの肩にさ、あの鳥乗ってても可愛いよ。あー、確かに、急を5人分合わせたらどうなの。いや、やば、5人の顔がっつり。めっちゃ凝ってるわ。ゆくゆくはさ、例えばマスコットキャラクター1体いてさ、おのおののキャラクターでも可愛いかもしれない。確かに。あー、めっちゃ愛着湧きそう。もう毎日抱きしめて寝るんだろうな、俺。はい、お待たせしました。できました。ぴょん。
ドラッグマです。え、かわいいでしょ。かわいい。これも、待って。これなんかいる。これは、真ん中にグがいるの。なんかさっきテンコラ振ってたこれもみんなでもこれで、あのリーゼント北九州で生まれた。あ、そうなの、福岡出身。北九州のリーゼント。そう、え、そうなの。あ、違う違う、この子が、ね、リオダの。そう、初めてあの口にした言葉は、うん、ずっとあるよ。あー、設定ね。設定はしてる。グドラックマでした。かわいい。ブラボー。え、結構考えた。え、これ全然ね、多分採用されない。自信な。これ暫定とか今決める？今とか自分のかな。結構取り合いちゃ怖いけど。取りなんだ。俺らスーパーヒーローの方が気に入ってるぞ。できた？できました。ちょっとやっちゃった。ダン。かわいい。あのね、まあ、違いの意味がありまして。この口してるね。違いの意味がありまして、ウサギは飛躍するっていう意味があるんですよね。そう。だからウサギにしたのと、まあ、幸運を運びたい。これから羽をつけましたっていうのと、そうとちょっと被っちゃったんだけど、その四つ葉のクローバーをザ・幸運って意味で、まあ、いろんな要素を詰め込んだ幸運のあれだ、オンパレード。そう、幸運のオンパレードのマスコットキャラクターにしてみました。いや、俺が書いたことです。ダメだよ。では1位いろいろ気がするな。可愛いし、こうやってね、もうなんか俺のマスコットキャラクターさっきもう影が出てきてる。でも竜とかだったら影が楽しいだな。早くできた。後を引くできちゃいねえだろ。これか、これに出て帰ってたから。後期が帰ったよ。これやってんの、すげえよ。 T シャツの宣伝色めっちゃ買ってほしいやつ。フォーマルな場所でも着れるし、友達の結婚式とかね。二次会とか二次会とか結婚式。いや、もう自分で書いてもらっちゃう。ちょっと下手すぎて。じゃあ一回さ、 T シャツの宣伝挟んで。あ、大変だね。ほぼ T シャツの宣伝で終わっちゃう。じゃあ、トキさん、できました。どうぞ。はい、僕の絵、こちらです。これね、嫌いもあるよ。かわいい。え、ちょっと、あ、満足なの。卵の口みたいな。もうなんか怖い。日焼けして。でもなんかちょっと助けてって感じも聞こえてくる。あ、聞こえてくる、この辺から。はい、まず僕たちやっぱりちょっとベイビーチックだなっていう、ちょっとベイビーな部分を込めて、まず赤ちゃん。赤ちゃん、これ赤ちゃんです。何の、これあの、あれチュッパチュッパ。あはははチュッパチュッパ。で、これなんでこれツバ咲いてるのかっていうと、まあ、これ天使、やっぱ幸運と言ったら天使だから。上の怖いな。これは、あの、髪の毛。赤ちゃんだからね。これ黄色、これ黄色です。そうやね、シューマイ。え、ちょっと、これさ、人間の赤ちゃん。あ、人間の赤ちゃんかな。え、頭から出させてた。え、卵っちやんけ。頭から出させてた。まあ、どうだよ。卵っちみたいに、こう何それ。足マスコットキャラクター決めよう。自分以外だよ。いくよ、せーの。お、ソータ。僕、うん、じゃあとりあえずソータが一番ということで。おっ、あれはね、そしたらとりあえずファンの方からのお声、投票もいただきつつ動画外で固めましょうか。はい、いや、でも一気にやめたんだよ。ゴミ忘れて。いや、ゴミ OK。何で、グッちゃんで投げて。
こんにちは。僕たちグッドロックス3月27日に新宿マーズでセカンドワンマンライブをやるよ。みんなぜひ来てね。ジャボメーカー